い、どうもちゃー、スレヨシグです。本日の動画はキュベレですね。この機体、まあ、毎シリーズ結構安定したキャラバーを持ってるイメージがあるんですけど、今作ね、なんか対戦してて、なんかすごい違和感があったというか、なんかいつものキュベレじゃねえみたいな。まあ、どこら辺が違うかって、まあ、ライファンネルとかの追加もあるんだけど、なんかやけにアルザザ出てくんなーって思って気になったからね、今回ちょっと自分で解明するためにね、乗ってきました。前作はね、井上に頭下げて撮らせてもらったんで。はい、そんな感じですね。その気になるキュベレの変更点なんですけど、まあ、ラインファネルとかもあるんだけど、まずはね、アシストの仕様変更から。アシストが前作はね、アルジャジャとマシュマを一緒に出すね、ワンコマンダで一緒に出してアメキャンっていう感じだったんですけど、今作はね、ここら辺が分離されて、まあ、ちゃんとね、バランス調整も兼ねて、アルジャジャの時はアメキャンできないんですけど、マシュマの時はアメキャンできるよっていう仕様に変わってるんですが、このね、アルジャジャがね、結構回転率が良くて、多分7秒かな、リロード。アシストが消えてからリロード7秒っていう感じなんですけど、これがね、結構、なんか、前作さ、このアルジャジャのアシスト、まあ、井上も言ってたんだけど、なんかすぐね、職務放棄して敵が目の前にいるのになんかどっか行っちゃってサイドセブン旅行し始めるっていう、まあ、結構ね、お茶目なアシストだったんですけど、今作見てこれ、早くない？なんか異様に速いしね、異様に重厚も強くて、結構ね、格闘機、例えば俺アルトロンとか乗るんですけど、アルトロンとかでね、キュビレに張り付こうとすると、毎度毎度アルジャジャに邪魔されて、で、ダウン取られて、また張り付こうとしたらまたアルジャジャ出てきてっていう感じで、すごくね、鬱陶しかった、マジで。はい、っていう感じで、アルジャジャのこの仕様変更、すごくね、強化なのかなって思います。すごく強化、日本語がおかしい。はい、で、次、まあみんなが気になる、一番気になるところのラインファンネルですね。はい、これがね、レバー入れ格闘チャージで出せるんですけど、まあ、性能はこんな感じです。これのね、まあちょっと弱いところが、まあバーサスみたいなのかなと思ったら、弾速がすごく遅いんで、まあなんかその気をつけてれば基本的にあんま当たんないんですけど、これのね、マジで強いところが、降りる挙動ですね。従来のね、ファンデルパッて出してメインでキャンセルするやつって結構挙動が遅かったんですよ。降りるまでの挙動が。なんですけどね、こっちはね、後ろに慣性乗せながらスッとね、降りれるから、これは降り手としては本当に強力なのかなと思います。うん。まあ、あとは常に近距離では割とお仕事してくれるから悪くないね。ラインファンネルというか、まあ、とにかく挙動が強いっていう感じのラインファンネルですね。はい、じゃあ2試合目。あ、ちなみに、今回の覚醒、みんな大好き、レイジング覚醒でございます。俺もね、最近、ムラモンチャンネルに毒されてきた中で、何かとこう、新しいキャラ取るときに、このキャラ、レイジング覚醒いけんじゃないかなみたいな、危ない思想がね、芽生えてきました。で、キュベレーはね、完全な適合者でしたね。もう、スパーマ適合者です。じゃあ、2試合目ね、見ていきましょう。この試合ね、結構ね、スパーマ噛み合ったんで。対戦相手がダブルオートハンブラビの編成ですね。なんか、ゼータ揃いですね。さあ、ちなみに、ごめん、もう一つね、これ共通な変更なんですけど、今作ね、プレッシャーのスタン時間が短くなったんで、オーバーヒートで、相方落ちるの早いね。まあ、オーバーヒートでプレッシャーを当てた時に、追撃がすごく間に合わないこと多かったんで、ここら辺注意してください。結構特にキュベレとかはね、オーバーヒートでプレッシャー当てるなんてのも珍しくないんで。さあ、ここ、アルザザ信用して N 角当てて、まあ、いつものね、コンボでスカシコンしたかったんだけど、打ち上がりが悪かった。さあ、覚醒溜まってますね。まあ、ここら辺はまだ普通にやろうかな。さあ、一回また再びプレッシャーで置き攻めして、なんか相方にゲロビーもらって、まあ、なんとかなったでしょう。さあ、近距離。一回ここはハンブラビのゲロビー避けながら、変形格闘。俺はね、あれ知ってるんで。あれね、分かってないと当たるから。こういう時ね、動画投稿者強いですね。いろんなキャラ乗ってるから。さあ、一回上取って、ハンブラビ追い詰めに行くんですけど、なかなか当たらず、痺れを切らして、レイジン覚醒。さあ、どっかでゴリゴリ振っていきたいですね。さあ、変形格闘。これは狙ってますね。完全に狙って、ここはまあ、とりあえずね、スパーマとか関係なしに振っていくと。さあ、下汗まで入れて、下げ汗入れれば落ちたんですけど、ちょっと間に合わずか。さあ、再びハンブラビの方を追いながら、はい。多分ね、ここら辺でみんな気づいたと思うんだけどね、俺メインサブの入力がすごく下手くそでね、大体メインサブで終わるんですよね。これ難しくない？メインサブの入力。これ、手の動きでクロールって呼んでるんですけど、俺ね、これクロールできないんですよね。いや、そのリアルの方のクロールはできるんですけど、もちろん。はい。まあ、といったちょっと関係ない話になったんですけど、さあ、ここでレイジング覚醒溜まりましたね。見せてほしいですね。さあ、かなりやばい状況も、ここもかなり焦って、とりあえずハンブラビ削らなきゃっていう感じで、横格闘ゴリ押しでもう、振り向けんのか、関係ありません。はい、ここら辺でね、あ、レイジング覚醒やばい、脳溶ける。っていう感じで、あ、だいぶ、ムラモンチャンネルに毒されてきました。はい、って感じのね、2試合目でした。レイジング覚醒ね、いい文化なのかもしんねえな、これ。いや、ダメ、よくない。じゃあ3試合目行きましょう。いやー、レイジング覚醒ね。なんか俺結構ね、食わず嫌いしてたっていうか、あー、もう F 覚醒でええやろうみたいな感じだったんですけど、悪くねえな。こうやって見るとな。はい、じゃあ3試合見ていきましょう。対戦相手がコレンとフルクロスの編成ですね。こういう相手には結構ラインファンネル刺さりそうなんですが、どうでしょうか。
さあ、とりあえずは射撃戦展開しながら、とりあえずマント剥がしていきたいっすね。まあ、このキャラ振り返せたりもするんですけどね、あいつ、生地にもね、横サブついてるわけわかんないキャラになっちゃったんで、まずそこら辺気をつけたいっすね。さあ、ここで一回アルジョジョぶつけていき、そっからコンボ入れて射撃野生まで入れていくと、いいっすね。あ、ちなみにね、このアシストちょっと特殊な仕様で、サーチ外に対応してんのかな？突撃するギリギリまではね、サーチ外に対応してるから、今みたいな感じでフルクロスの方にターゲット向けて、アルジョジョ出したのに、コレンの方に突撃していくなんてこともあるからね、ここら辺注意しておいてください。さあ、といった感じで、とりあえずフルクロス1落ちさせて、相方と連携しながらコレンの方を狙っていく感じか。さあ、フルクロスの方のね、突撃も飛んでくるんで、まあ、ちょっとそこら辺ね、少し見ながらっていう感じにはなりますかね。さあ、一回フルクロスとお見合いしながら、マシマンついてる時はね、だいぶ安心感あるんでね、まあ、結構強気にお見合いしてていいのかな。あ、こんな感じでね、そう、結構距離取れるんですよね、格闘チャージメインで。これはありがたい。さあ、これ、覚醒溜まったんで、やっていきましょう。レジン覚醒。もう相手のメインとか関係なしに BD 格闘。ちなみにね、一番おすすめは BD 格闘です。もう止まりませんね、マジで。さあ、相方がボコボコ殴られてるんで、助けに行きたかったんですけど、間に合わず、気まずいが、ここは一度落とされてしまいと。さあ、相方の方も覚醒入ってるんで、まあ、とりあえずは大丈夫でしょう。まあ、少しライン上げながらね、相方のカバーしつつっていう感じで。さあ、フルクロスの方に詰めていきながら、ここでマントが剥げたんで、ここからね、ちょっとダメージ削っていきたいですね。って思ったら、コレンが飛んできて、ね、マシマーの動きがさ、何あいつ、ね、あ、何これどうすればいいの俺みたいな。ね、ご主人がね、カプレにボコボコにされてんのにキョロキョロしてるんじゃないよ、お前は。さあ、これ、2回目のレジン覚醒で、とりあえず BD 角で、まあ、打ち上げて、コレンにカットされてって感じで、まあ、とりあえず、フルクロスね、ワンコン圏内までは持ってきましたね。さあ、どっかでコレン落としてフルクロス1人にして相方とダブルで落とすっていうのが一番スムーズな感じはしますが、一度フルクロはここで覚醒吐きましたね。さあ、相方のカバーも兼ねて少しコレン見てあげたいんですけど、操作が下手くそ。キュベレの操作普通に難しくないと思ったらゲロビをもらってしまった。さあ、相方が覚醒してるんで、ここはもうね、もうちょっと体力やばいんですけど、一瞬攻めていきましょう。相方もね、なんかリペアになっちゃってるんで。さあ、ここでもう強気にレイジン覚醒でもないにもかかわらず振りに行って試合終了と。はい、といった感じの3試合目でした。このキャラさ、ちょっと便利なのが、なんかよくわかんなくなったら、とりあえず振ればちょっとなんとかなるところあるんで、これね、脳筋向けのキャラっていう感じもしますよね。じゃあラスト見ていきましょう。俺さ、今回のキュビレの動画さ、ラインファンデで強いよっていう感じの動画とサムネにしようと思ったんですけど、これじゃレイジング覚醒の動画じゃん。もう全部ムラボンがいいだろ、これ。はい、じゃあラスト見ていきましょう。対戦相手がフルクロスじゃない待って、フルクロスじゃない相手。はい、フルクロスとフラウロスですね。別に言い間違えたわけじゃないんですけど。さあ、とりあえず一回アルジャジャぶつけてダウン取って、まあ、できればフラウロスとね、見合っていきたい。このキャラね、マシュマンついてるときね、ギャラクシーキャラも怖くないって、ギャラクシーキャラのね、弱いところとして爆風がついてないんで、まあ、結構ね、強気に攻めていけるんですよね。さあ、といった感じで、結構フラロスの方ガツガツ行きながら、もうね、ファンデルヒット確信でビリーガクト振ってますね。結構俺の脳筋なのかもしれないね。さあ、一回フラロスの方詰めていきながら、気まずい読み合い、なんとかオーバーヒアバレずに済んだか。さあ、ファンデルだったり出しながら、下にフルクロスがいたんで、ここは対応しようと思ったら裁かれてしまったか。さあ、百式が覚醒入ったんで、ここは一緒に行ってあげたい。行ってあげたいんですけど、なかなか止まらない。止まらないと思ったら、格闘ぶん殴られて、かなり癒されちゃいましたね。さあ、ですけど、みんな大好き、レジェンド覚醒溜まってるんで、ここは振っていきましょう。さあ、井上トルネードをしっかり当てていって、横三段コンボが雑と。さあ、そのままフラウロスの方に詰めていきながら、なんか、どうにかして、落としたい。ダメでした。はい、ありがとうございます。さあ、マシュマ溜まってるんで、とりあえずマシュマで延命したい。大丈夫お前それ。ああ、みんな真似しないように。キュベレーってこう、ファンデルとかで戦うキャラなんで、ビームサブレーで戦うキャラじゃないからね、覚えておきましょうね。さあ、といった感じで、急に変形でまぶったら、はい、もちろんね、殺されていくと。さあ、またレジン覚醒溜まりそうな状況でありますけど、とりあえずここね、相方に任せましょう。一回落ち着きましょう。ね、お茶でも飲みましょうよ。さあ、フラロスが近寄ってきて、なんか、気まずいけど、いや、気まずい、あの覚醒は気まずい、うおほほほほほほバカかな相手の、ね、相手の F 覚醒が見えたっつって BD 角度振るやついる？いなくない？え、やばい。あ、急に冷静ですね。はい。いやー、思った以上に俺のキュビレ危ないな、こうやって見ると。今気づいたわ。
さあ、といった感じで急に、あ、今フルクロスも、うん、近距離いたけどね、何も気にせず見てましたね。はい、といった感じでラストは相方が決めてくれて試合終了と。何これ、タマヒュンキュビレーじゃん。はい、といった感じでタマヒュンキュビレー視点で試合に行きましょう。俺今回の動画さ、なんか結構馬ぶってさ、ラインファンデルとかで降りてくして、このキャラ二段降りが強いよ、言ってるよ、安いよって感じの動画のはずだったんですけど、タイトル通覚を失ったハマンカーに変えとく。なんか中途半端だなこれ。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。まあでもね、実際ラインファンデルはガチで強いっていうか、そのラインファンデルの挙動がすごく強いんで、まあまあ降りてくしは本当に強いからね。まあ何が言いたいかっていうと、格闘ボタンはね、格闘チャージを貯めるためにあって、別に格闘を振るためについてるわけではないんでね、そこらね、皆さん勘違いしないようにお願いします。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。キュビレイでした。次回の動画も楽しみに。バイバイ。